ネズミ輸送とは太平洋戦争中に大日本帝国海軍が行った駆逐艦による輸送作戦の当時の軍内部での俗称、アメリカ軍に制空権を奪われた後、ガダルカナル島への増援部隊輸送、物資補給が低速の輸送船で行えなくなったために高速の駆逐艦を利用して行った輸送方法を前線部隊がやゆして名付けた連合軍では 一列になって進む日本駆逐艦の姿から東京急行と呼んでいる。コーストウォッチャーズ・オブ・ソロモンズの撮影によるネズミ輸送任務で航行中の駆逐艦部隊。1942年8月7日の連合国軍のガダルカナル島奇襲上陸を受けて日本海軍は陸軍に協力を求め陸軍の一騎士隊及び海軍陸戦隊が急派されることとなった。少しでも 早期の反撃のため、一騎死体のうち、第一艇団と陸戦隊の一部は、駆逐艦で高速輸送されることとなった。まず陸戦隊一個中隊が、8月16日に、駆逐艦追い風で、ガダルカナル島へ上陸。ついで、一騎死体第一艇団も、輸送船で輸送する、第二艇団約1000名と8月16日のトラック、諸島出港後に分かれ、8月18日夜には、 第一艇団はガダルカナル島、待望岬に上陸を完了した。これがネズミ輸送の先駆けとなった。もっとも連合艦隊司令部は、駆逐艦は酸素魚雷とともに来る米国太平洋艦隊との艦隊決戦における前言作戦の重要な戦力として位置づけていたため、当初は駆逐艦による輸送は急場しのぎの一時的なものと考えていた。そのため、続く、 造園部隊の川口主体や青葉主体は、一騎主体の第二停団同様に護送船団による方針であった。しかし、一騎主体、第二停団の輸送船団は輸送船一隻などを撃沈されて退却し、第二次ソロモン海戦の敗北で川口主体の船団輸送も中止に追い込まれた。一方、同時期の駆逐艦による小規模な補給や地上砲撃は一応の成功を収めていた。 こうして確実にガダルカナル島に兵力を送り込む手段としては夜間に高速を利用した駆逐艦輸送以外には頼る術がないことが明らかとなり8月25日には海軍が川口死体の駆逐艦輸送を提案以後はネズミ輸送が代々的に行われることとなった輸送を担当する駆逐艦と護衛を担当する駆逐艦によって構成された前者は 物資搭載のために魚雷などの武装を下ろしていた。規模は輸送担当2隻に護衛担当1隻といった小規模なものから軽巡洋艦を機関とした水雷戦隊全体の約10隻といった大規模なものまであった。当初、艦艇輸送、駆逐艦逐次輸送と称されたが、現地の第8艦隊には輸送任務は駆逐艦の本来任務ではないとする考えも根強くあり。 夜になると盛んに動き出す様がネズミに似ているということでネズミ輸送と俗称されるようになった。また、駆逐艦乗務員はマルツーと呼んだ。このように揶揄的な意味合いがあるためか、キスカ島撤退作戦については同様に駆逐艦によって行われていてもネズミ輸送とは呼ばれない。なお、大発動艇などの小型集艇を利用した輸送作戦はネズミ輸送からの連想で、 あり輸送と呼ばれたガダルカナル島へのネズミ輸送のため駆逐艦に乗り込む将兵。もともと輸送任務を想定していない駆逐艦なので輸送効率は著しく低いものだった。貨物船を徴用した輸送船の場合輸送能力は船舶1トンあたりおおむね1トン程度で一隻で数千トンを輸送できたのに比べ駆逐艦の場合は大型のカゲロウ型でも排水量 約2500トンに対し輸送量は15トンから20トン程度を、完全武装の陸兵のみならば150名程度が限界であった。しかも、輸送船なら貨物用の大型クレーン類を有しているので、戦車や重火器の輸送も可能なのに対し、駆逐艦では内火艇を上げ下ろしする程度の設備しかなく、分解した大砲を少数積むことが精一杯だった。 大発のような本格的な上陸用集艇も、詰めないので、折りたたみ船と呼ばれた手漕ぎの小型上陸用集艇に、物資変員を移して、駆逐艦のない過程で栄光する方式が取られた。その余裕もない場合には、ドラム艦等により防水放送された食料や、弾薬を縄で繋いで海上へ投棄し、現地部隊の大発が回収するという方法が、取られたが、しばしば回収に失敗することがあった。 さらに、月明期には、輸送に当たる駆逐艦が発見されやすくなるため、利用できず、輸送計画が立てられないという平坦計画においては、致命的な欠点があった。ガダルカナル島の戦いの間、戦団輸送は、第2師団と第38師団主力の2度にとどまり、水上規模艦指針などによる、艦艇輸送と、終艇輸送による、約650名以外は一貫して、 ネズミ輸送で行われた、延べ350隻以上の駆逐艦が投入され、最大のものはガダルカナル島からの撤退作戦である、化合作戦であった。輸送された人員は2万人以上に上る。往路と袋はどうしても日中となり、連合軍機に発見されるとその度に被害を出した。そのため、連合艦隊はガダルカナル島作戦期間中の約半年間で、 駆逐艦14隻を失い、延べ63隻に損傷を受けた。これほどまでに損害が膨らんだ一員には、艦室か機械室のどちらかに浸水すると、直ちに行動不能となる艦隊型駆逐艦の弱点があった。このように多大な損害を出したものの、他に手段がない日本軍にとってネズミ輸送は、上等戦術とならざるを得ず、ソロモン諸島、ニューギニア方面を中心に、 制空権を失った前線拠点への部隊輸送には使用が続けられた。潜水艦など駆逐艦以外の戦闘艦艇の輸送任務への使用も拡大した。なお戦艦からその後に建造された松形駆逐艦では上陸用集艇である小発の搭載が標準化され、生存性向上のため機関配置の変更がなされた。 また1943年には輸送効率問題の解決策を盛り込んだネズミ輸送専用艦というべき2種の輸送艦が計画建造されるに至った。艦尾にスロープをつけてダイハツを発信できるようにした一等輸送艦と戦車揚陸艦タイプで直接接岸できる二等輸送艦であるネズミ輸送の日本駆逐艦部隊とこれを阻止しようとした連合軍水上部隊の間で 数字にわたり、海戦が発生した。夜間活動を行うネズミ輸送の特性上、一般に夜戦となった。ルンガ沖野戦のように戦術的には夜戦を得意とした日本駆逐艦部隊が、しばしば活躍した一方で、戦略目標である、輸送任務には失敗するケースも見られた。連合軍艦艇のレーダー運用能力が向上すると、ネズミ輸送部隊は、苦戦を強いられるようになっていった。 その他、ソロモン海域での海戦の一覧は、ソロモン諸島の戦いを参照。壮烈。水雷戦隊野戦の王者、吉田敏夫町秋田書店。ありがとうございます。